古谷うさぎ丸は日本の漫画家、東京都出身、多摩美術大学美術学部絵画家卒業。小学生の頃に手塚治虫の漫画通信講座を受けており、少年キングの似顔絵コーナーの常連であった。高校在学中はアングラな世界に目覚め、3年時に求めていた表現が油絵であるとに気づき美大に入学。在学中には東京グランギニョルに憧れて、 演劇も行っていた。この後、抽象的な表現よりも、具体的な形を求めるようになる。卒業後はアーティストを目指していた。油絵だけで身を立てるには、難しい時世でもあったため、アルバイトでイラストを描いて、収入を得ていたが、昔漫画を描いていたことを思い出し、漫画家への転身を決意する。その後、ガロ副編集長の白鳥千夏優に見出され、 月刊漫画が九百9 9 4年9月合計祭のペイルポリーでデビュー。高校の美術講師をしながら漫画執筆を続けていたが、初の週刊連載、パイ開始と前後して、フリーの漫画家となる。漫画以外にも、オムニバス映画、ズーの中の一本、ひだまりの歌の脚本、エコンテキャラクターデザインを手掛け、ウェブサイト、ポコポコではスーパーアバイザーに就任するなどしている。 多彩な画風と繊細で正確な書き込み、ブラックな作風を得意とする。漫画以外に、オムニバス映画、ズーの中の一本、ひだまりの歌の脚本、絵コンテキャラクターデザインを手掛けたり、CD ジャケット、雑誌の表紙のイラスト等でも活動。初期の、ショートカッツなどでの作風は、メタフィクション、ガロ掲載作品のパロディ、エロティシズムなどが主流だった。ありがとうございます。